来るか。違った意味でありえない魔物のようです。どうやら簡単には進ませてくれないようだな。
女神を感謝いたし。
見たか、バンダールの剣。汝、純白の輝きを秘めし娘、学徒たる証を携え我が元に引き連れよ。さすれば扉を開かん。義のために。
どこかで見たことがあるような気がしたのですが、気のせいだったようです。なかなかの技物ですし、せっかくだから使ってみます。砕けぬものなし。出口ということか。ええ、どうやらそのようです。もしかしたらケビンたちの方もすでに。簡単には通してくれなさそうですね。え、ケビン神父。Thank you.
行け、下がりなさい。試練とやらは終わりのようだ。しかしまさか神父そっくりに化けていた魔物だったとは。ええ、あ、リンさん、大丈夫ですか。いえ、その偽物だと分かったら安心して気が抜けてしまって。とにかく、あの不気味な砲台といい、敵の罠だった可能性は高そうです。もう一組の様子も気になりますし、早く門から出てしまいましょう。ああ、そうだな。ケビン神父のことがよほど心配だったようだな。リス、無事でしたか。どうやら本物みたいやな。ったく、あんまり心配させんなや。それはこちらのセリフでも、やっぱりあれはグリモアだったみたい。あ、そうみたいやな。グリモア。
あの擬態していた魔物のことか。ええ、やはり聖典に記されている魔物です。魔物というよりも煉獄に落とされた魂の慣れの果てというべきか。魂の慣れの果てって、不吉な響きですね。七王教会の教義によれば、罪深き魂は煉獄に落とされます。そして絶え間なき豪華に苛まれ、次第に自我を失っていき、最後には混沌たる魂魄の塊、グリモアとなるとされています。それでは、あの擬態していた魔物がそのグリモアだったと？ええ、共に現れた鏡や砲台も煉獄に由来する呪具ばかり。どうやら敵はいかなる禁忌を用いてか知りませんが、地獄の釜の蓋を開けてしまったようです。言い得て妙だな。この声は！来たか。のこのこ現れよったが、影の王とやらの命令で俺らの様子を見に来たんか。確かにそれも役目の一つではある。隠者の導きもあるのだろうが、なかなか順調な童貞で何よりだ。隠者、もしかしてあの女性の霊のことですか？私たちに何かと助力をしてくださっている。そう、虚ろなる庭園の主にして影の国に取り残された亡霊だ。もっとも我が王によってその力の大半を失っているがな。よう分からへんが、あんたらの敵ってことは結局俺らの味方ってことやな。さて、あれが果たして本当にお前たちの味方になるのやら、それはさておき、影の王からの伝言を伝えよう。次なるは獣の道、新たなる供物を喰らい、汝が印を発現させるがいい。さすれば煉獄の炎はさらにたける、我が王国は真の完成に近づく。どういう意味だ？どう受け取るかはお前たちの自由だとの仰せだ。それでは確かに伝えたぞ。あれよあれ、あんまり思わせぶりなこと言うからつい壺に入ってしまったわ。大方俺らを煙に巻くためのたわごとやとは思うけど、それにしたっていくらなんでも芝居がかりすぎとちゃうか。話がそれだけならとっとと消えたらどうや。くだらんざれ事に付き合うほど俺らは暇やないで。どうやら我が王からの歌詞気に入ってもらえたようだな。さぞや懐かしかろう。ケビン、いずれ改めて相まみえることになるだろう。
我が名は黒騎士、影の国随一の守護者なれば。それではさらばだ。あれが黒騎士。捨て台詞が好きなところは飼い主とそっくりやな。はったりで適当なことをほざいてるんが見え見えやで。次なるは獣の道。新たなる供物を喰らい、汝が印を発現させるがいい。さすれば煉獄の炎はさらにたけり、我が王国は真の完成に近づく。確かにどのようにでも解釈できる言葉ではあるな。下手に真に受けると足を取られる恐れもあるか。ねえ、そういうことです。さてと、せっかく封印石が二つも入ったし、一旦拠点に戻ろうか。そこの石碑を解放しておけば、すぐにでも探索を再開できるし。それもそうですね。今度はどなたが封じられているんでしょうか。